皆さんこんにちは、こんばんは。公認会計士の小山です。このチャンネルではですね、会計士受験時代の勉強のお話だったり、僕もね、監査法人トーマスというビッグフォーで働いた経験だったり、今ね、起業して6年目なんですけども、そういったね、ビジネスとかお金とか経済とか経営に関わるようなお話をこのチャンネルでは配信していきます。はい、今日はですね、先日質問を募集した時にいただいたコメントですねに対して回答していきたいと思います。いつも楽しみに動画見てます。社会人受験生です。小山さんはもともと独立志向があったとのことですが、監査法人に就職する際は独立する旨は伝えていましたか？もしそうであれば、面接の際にどのように将来のビジョンをお話ししたのか教えていただきたいですと。まあ、これに関しては公認会計士で資格を受かって、で就職活動して、で今起業しているっていうところなので、それに関するご質問だと思います。で早速ね、回答していきたいと思います。まず回答としては伝えていません。でその理由を今回3つ用意しましたので、より詳細に解説していきたいと思います。でまず1つ目、そもそも面接は3次面接ぐらいあるんですけども、どこでも聞かれなかったっていうのが結論です。結果論みたいなもんですね。で次2つ目、出方によってはこちらに不利に働くケースもあるなって思ったのが2つ目になります。はい。で3つ目、将来独立する、今現に独立してしまってますけど、独立する希望は確かにあったんですけども、言ってもですね、具体的な年数だったり方法論っていうのはまだその時点では固まってませんでしたので、そういった意味でも伝えるようなネタがこちらにもなかったっていうのが3つ目の答えになります。ではね、早速詳細解説していきましょう。まず1つ目、質問されなかったからというのが1つ目なんですけども、これはですね、最近の面接はどうか分かりませんが、うちも今採用してますよ。で、あんまり就職の面接するときに、将来独立する希望はありますかと、あんまり聞かないような気がしますね。うちも聞きませんし、少なくとも私は聞かれなかったので、ここにある心理は何かっていうと、もしかしたら深層心理の中に、監査法人であれ、うちのね、税理士法人であれ、どっかではですね、侍業ですんで、で自分も独立してここにいるってわけで、どっかでは独立はしますよねと、それを許容している部分もあるでしょうし、ある程度織り込んでいる部分もあると思いますから、それを表立って聞かないっていうのもあると思いますね。で聞いてしまったがゆえにですね、それ根掘り葉掘り聞かなきゃいけなくなって、論点がずれてしまうリスクもありますから、そういった部分ね、あくまでこの会社に入って何をしたいですかとかですね、で今までの経験はどうだったんですかとか、あくまでその今までの経験だったり、うちの会社としてのシナジーっていうのを聞こうという思考が働くと思いますから、そういった意味でうち以外ですね、独立した後の話っていうのはこっちも興味ないですし、待ったところで聞くと、そのやぶ蛇と言いますか、論点がすり替わってしまって、限られた時間の中で面接が終わらなくなるというところもあって、聞かれなかったのかなと思います。で次2つ目、これ出方によっては不利になると、これまさしくそうだと思うんですけど、仮にですよ、万が一聞かれてもないのに自分からですよ、こんだけ志が高いんだっていうのをアピールしたいのかもしれないんですけど、御社でね、入ってうち監査5年10年ぐらいやったら独立するつもりです言ったとしましょう。聞かれたらまだいいとしても、自分から言ったとしましょう。これってある意味失礼になる可能性あると思うんですよね。特に日本だとですね、何が言いたいかっていうと、うちを踏み台にするんですかと。で100歩譲って踏み台にするのはいいんですけど、その伝え方っていうのもあると思うんですよね。なので本人はやる気がある、モチベーションが高いという思いで出してるかもしれないんですけど、当然ですけど、新人を雇った時にはですね、当然採用コストがかかって、で月に何がかかるかというと教育コスト、言っても3年5年は正直言って今だから思いますけど使い物になってないんですよ。あくまで作業者でしかないというか、言われたことをやれる、それ言っても誰でもできるわけじゃないですか。でそういった人材が、3年5年ね、採用サイドとしては、育てるコストってかかってるのに、無事ね、育ててもらった暁には独立してしまいますみたいな、その自分のね、看板で飯食べていきますみたいな、それを恩をあだで返すわけじゃないんですけど、そういうの言われて、気持ちよくはないじゃないですか。なのであんまりそこは、聞かれたら答えるのはいいんですけども、自分からそれがアピール材料だと思って言ってしまうってことは、捉え方によってはちょっと失礼なリスクがあるかなというのが個人的な見解になります。はい。で今じゃあうちが採用活動してますけど、聞くことがじゃあもしあったとして、個人的には言ってもらう分にはいいです。ただその伝え方だったり、あったらいいなと思う思考が当然独立することもあるかもしれませんと。ただそういった場合には、何かね、お互い育ててもらった恩もありますから、何か一緒に、ビジネスができたりとか、何かねお手伝いできることがあればやろうと思ってますんで、みたいなことが言えたらですね、比較的穏便に面接が進むんじゃないかなというのが所感ですかね。そんなちょっと表面的な話より、個人的に本当に伝えたいのが、本当に捉え方を間違えるとめちゃめちゃ KY に思われるリスクがありますから、言った通り、聞かれない限りはあんまり自分から言うっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。で3つ目、確かに僕の場合ですね、10年前ですね、確かに希望はあったんですよ。公認会計士取って、それをね、一緒の生業とするというよりかはですね、会計とか経営とか、語学、IT、そういったスキルのうちの一つとして公認会計士を取って、上場企業を監査して、それをね、自分の会社に生かしたいとか、自分のサービスに生かしたいと希望があったので、確かに僕はあったんですよ。ただとは言っても22歳で、しかも死ぬ物狂いでまずは公認会計士合格して、やっとの思いで監査法人のね、就職活動、行ってる身でしたので、そこまで、よりさらに先ですね、一回ゴールテープ
切ったのにもう一回次の目標ですよね、起業するというところの、まあ、明確なビジョンというか、もっと言うと年数ですよね。何かっていうと当末入ったといえども、まあ、どういうふうに初回上がっていくのかも分かりませんでしたし、何年目でどういった業務が与えられるか、もしくは取りに行けるかっていうのも全く分かりませんでしたので、まあ、まずは入って、まあ、死ぬ者ぐらいでやろうと、これ本音で思ってました。で、いけるもんならね、パートナーまでになってやろうと、これ僕本音で思ってたタイプなので、まあ、だからね、結果独立しても比較的ね順調にやれてこれてるかなと思ってるんですよね。なんでやっぱ分かんないと思うんですよ。今でこそこういうふうにね YouTube である程度ね監査法人のピラミッド紹介とか年収とかやることですよねっていうのを聞いてるからまだイメージ湧くかもしれないんですけど、まあ、僕の時代なんか特になかったですし、今でもね言っても情報不足だと思いますから、まあ具体的な年数が分からなかった。でシンプルに言うと、まあ、よく僕の周りでもいるんですけど、まあ、やれやれ詐欺ですよね。じゃあ単価切って仮にね僕はここでやりきって独立しますって言ったとしても、結局ねやれやれ詐欺、いつになったら独立するんですかあなたみたいな元同僚とか、まあ、元先輩がめっちゃいるんで、まあ、そういうのってまあ結構正直言ってダサいじゃないですかっていうのもあって、僕は言わなかったっていうのがありますね。なので本音でこの東松に入った暁にはですね、もう絶対東松に貢献するって僕は思ってましたし、東松で絶対上に行きたいと当時本音で思ってましたから、それがね結果論僕は4年で大体分かってしまって、まあ辞めるってことになったんですけど、本当に当時リアルタイムで見た時にはまあそういう風な気持ちでやってましたから、まあそんな感じですかね。はい、まあ、1つ目、面接の時に聞かれなかったので、まあ、そもそも答えませんでした。で2つ目ですね、聞かれない限り自分から言うってことにはある程度リスクがあったと思いますと、まあ、そこら辺は自分で腹黒く計算高く僕は分かったので言いませんでした。で3つ目は、確かに聞かれたとしても、まあ、具体的な年数とかどういうふうにね起業するとかハウトゥーが分かってなかったので、仮に聞かれたとしても個人的には答えなかったという選択肢を取ってるような気がします。はい、まあ、そこら辺はうまく答えてるかなと思いますね。当然チャンスがあったら起業はしますけど、当然ここではやりきるつもりですみたいな感じの回答してたんじゃないかなと思います。はい、ということで本日もですね質問に対して回答していきました。こんな感じで僕の動画ですね、会計受験時代の話で、サラリーマン監査法人東松の話ですね、で今起業して6年目、まあそんな話をですね、まあできるだけ分かりやすく汎用的な皆さんにためになるようなお話を短くですね配信していきますので、ぜひチャンネル登録してくださいということで、ね、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。